はいどうも、ラフです。お願いします。前回1年生のグローブ紹介だったので、今回は2年生のグローブ紹介をしていこうと思います。1年生ね、とても元気だったので、2年生も元気な声でぜひ紹介してくれればなというふうに思っております。はい、じゃあね、お名前を。栗原ひじりです。上倉ハリアです。ひじり君とハリア君、はい、お願いします。じゃあね、今ちょっとグローブ紹介やってるんですけども、じゃあ先にグローブ出そうか。はい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 、ハイゴールドと IP。 はい、はい、じゃあちょっとハイゴールドからちょっと前に出してもらって、こだわりというかがあれば。これですか。オールダウンダーで、うん、そのピッチャーも外野も内野も全部使ってます。これさ、すごいウェブかっこいいよね。なんか雲みたいだね。はい、ありがとうございます。はい、じゃあこだわりをお願いします。これはピッチャー用グローブで、うん、横型に作ってます。なるほど。じゃあ結構ひねり潰す系かな。はい、じゃあひねって思いっきりその力で投げるようなイメージでね。はいはいはい、ありがとうございます。こだわりのグローブ見せていただいたので、そのグローブ使ってどんどん自分のね、いいプレーを見せていってください。はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、じゃあね、下の名前をお願いします。ゆうさくです。ゆうごです。はい、お願いします。じゃあね、2つまず2人ともガーンと前でグローブ出してもらって、じゃあどっちも水野の H ウェブ、キャメルかな、どっちも。なんかこだわりとか特徴とか。ポケットが大きいので、ちょっと掴みやすいです。ああ、じゃあ大きい、深くて大きい。はい、じゃあしっかりともう本当にウェブの下とかで、ガチリ掴むような感じ。なるほどです。ありがとうございます。じゃあちょっと水野プロかな、そっちは。おお、オーダーだね、多分。はい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 。こだわり特徴。ちっちゃいし。うん、うん。ポケット深いんで、はいはい、行くといいです。まず操作性が良くて、操作性だけじゃなくてちゃんと深いポケットでしっかりと握り込むことができるっていったような感じかな。2人とも多分内野手、とても掴んだら離さないような感じのグローブ見せてもらったので、2人ともガッチリガッチリボール掴んでいってください。はい、ありがとうございます。下の名前をお願いします。福太郎です。亮太郎です。亮太郎くん、どっちも太郎だね。はい、オッケー、太郎コンビお願いします。2人ともね、こういう感じでグローブ前にバーンと出してもらって、アシックスの投手用かな、はい、と、水野のグローバルでいうと内野手用。ちょっとアシックスから先に紹介しましょうか。このグローブのこだわりポイント。ピッチャーやるときに、うん、こうやってやるときに潰しやすいみたいな。まあ収まりもいいし、横型だから思いっきり握り込んで投げれる、はい、握る力、握力を使ってこっちに持ってくるみたいな。そうです。形が、まあ、チューリップ型でちっちゃいけど、はい、ポケットが深いので取りやすいところが特徴です。うん、なんかこういうことでしょ、要は奥に対してどんどん深くなっていったりとか、ちょっと丸めな感じかな、包み込むようなボールをイメージですよね。アシックスはね、もう野球から撤退するなって話も出てますし、グローバルエリートもね、あのキャメルってすごい鮮やかなグローブ、なので、このこだわりのグローブでどん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 活躍していってください。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、じゃあ、下の名前でいいのでお名前をお願いします。キリトです。キリトくん、うん、はい、お願いします。お願いします。ちょっと珍しいグローブ使ってますね。前にこうやってガンと出してもらって、はい、ジームス、はい、ああそうだね、三方針のグローブだよね。ジームスでキャメルって珍しいかもね、はい、このグローブの、こだわり特徴。ポケットが結構ちゃんと作れて、うん、いいと思いますね。だからしっかりとしたポケットでウェブ下なのかな、じゃあ、うん、だし確かジームスってメーカーで湯もみされてるんだよね、うん、だから、そうだから、しっかりとその型に合ったグローブを、最初から使うことができてるっていうことなので、そんなに逆に型崩れもせず最初から同じ型だよね、うん、ガチリとボール、つかみ続けていってください。はい、はい、ありがとうございます。はい、じゃあね、原曲下のお名前をお願いします。たけるです。俊太です。じゃあこうやってガンと前に全部出してもらっていい。はい、ウィルソン、ミップ、ジームス、このウィルソンのこだわりポイント。小指、うん、花咲選手モデル、はい、セーブ好き、はい、埼玉県民だもんね、はい、じゃあでも小指とウィルソンといったらやっぱ外崎選手ですし、外崎選手のようなね、華麗な守備をこのグローブでたくさんしていってもらえればというふうに思います。はい、じゃあ水のプロだけちょっと前にガーンと出してもらって、はい、ピッチャー用の水のプロ、はい、このグローブのこだわりポイント。ピッチャーなんで力が入りやすいっていう、うん、横縦縦です。縦か、なるほどね。じゃあもうこういう風な感じかな、はい、縦に巻いて引いてみたいな感じで、縦のピッチャー用っていうとまあ剛腕系なピッチャーのイメージなんですけど、オーダーかなこれ、多分前田健太投手と同じウェブだよね。はいはい、めちゃくちゃかっこいいの、ね、じゃあ最後にこれファーストミットチームの、はい、チームです。これがね、チームのジムスのファーストミットなんですけれども、みんなで共有して使ってるのかな。はい、監督さんがね、選ばれたファーストミットということで、まあ流行りのキャメル使っていますし、
監督さん、はい、このミットのこだわりポイントがあれば。グローブ分かんない広くて深いポケットなので、まあ、ファーストミットには、持ってこいのミットなのかなというふうに思います。はい、ありがとうございます。こだわりある、グローブを、紹介してもらったので、めちゃくちゃいいプレーをどん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 続けていってください。はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございました。はい、じゃあ、下の名前を元気な声でお願いします。ゆうやです。じゃあね、そのこだわりのキャッチャーミット前にボーンと出していただいて、はい、グローバルエリートかな。グローバルエリートキャッチャーミット、こだわり、まあ、とにかく、まあ、日だけじゃなくて平日使い込んで、おお、自分の手に絶対合うように、はい、で自分の手に合い続けるような使い方してるんでね、はい、僕もキャッチャーなんで、はい、その気持ちすごい分かります、はい、ずっとはめていただきます、はい、じゃあね、このキャッチャーミットでどん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 ね、はい、ピッチャーリードしてナイスキャッチングをしてピッチャー助けていってください。はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございました。はい、じゃあね、元気な声で下の名前をお願いします。トアです。リクです。お願いします。お願いします。お願いします。じゃあね、2人とも前にこれでガーンとグローブ出してもらって、ウィルソンと、これはすごいな、ここで見ると思わなかった、トリニティ、ウィルソンからいこうかな。このグローブのこだわりポイント、特徴をちょっと教えてもらえると。ウィルソン最初買った時こういうのやったんですけど、うんうん、なんかこういうのに合わなくて普通に、ああ、5本指にしたんだ。5本指に変えました。それはそれで珍しいね。で、まあちょっと深めにしました、うんうんうん、まあもともと多分片付けとかは小指でしてもらってたから、だからこそ5本指にしてもその深いポケットが保たれてるっていうような感じだよね。はい、もうしっかりと、深いポケットで取るってことに結構特化できるグローブですよね。はい、はい、ありがとうございます。はい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 、これお父さんと買いに行った。一回ここの球場に、うん、トリニティさんの会社の方が来て、でそこでご購入させていただきました。おー、なるほどね。いや、渋すぎるなトリニティは。このグローブね、もうすごいおしゃれなのは見てわかるんだけど、こだわりポイントをちょっと教えてもらえると。まあさっき僕セカンドをやってたんですけど、うんうん、最初レフトで、うんうん、まあ、最近セカンドやり始めたんですけど、うん、買った時にもしも僕がポジション変更することがあったらっていうためにオールラウンダーにしておきました。なるほど、ピッチャー用じゃないんだねこれ。一応そうらしいです。あ、なるほど。あ、ピッチャーでもどこでも使えるように指カバーをつけているっていう感じなのか、逆に言うと。なるほどね、じゃあ本当のオールラウンドグローブだ。まあ珍しいメーカーも見れたし、ウィルソンの今では珍しい使い方のね、グローブも見れたので、とてもね、2つも貴重なグローブです。大事にしてって、そのグローブでいいプレー続けていってください。はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございました。はい、じゃあね、元気な声で下の名前をお願いします。ゆうとです。ゆうとです。じゃあね、外野手コンビかな。はい、2年生の外野手コンビ、じゃあ使ってるグローブ2人とも前にドーンと出してもらって、どっちも Z プロステータス、はい、いいグローブ使ってるね。こだわり、特徴とかなんか言っておきたいこと。特徴だと、まあ、グローブが長いんで、うん、まあフライとかも取りやすいし、うんうん、まあ、ゴロも取りやすいんで。なるほどね、やっぱでっかいと追いつくしね、はい、だし、まあ、ゴロも簡単に取れるからね。でその後すぐに補給に持っていきやすいっていうような、感じだと思うので。でも買ったばっかだよね多分。はい、先週買ったばっかです今一番楽しい時だ。はい、こっちはこっち渋いね、黒。おお、このグローブのこだわり特徴。こだわりは、固有になっていて、うん、それでポケットも結構広いから、うんうんうん、もうグローブに入っちゃえばそんな落とすこともないし、まあまあ掴んだまま、はい、しっかり入ってくれるんで。なるほどね、めちゃくちゃ使い込んでるよね。はい、本当に手の一部っていうような柔らかさをしてそう。はい、はい、じゃあね、2人とも、素晴らしい Z プロステータスのグローブ紹介してもらったので、ぜひプロステータスコンビで外野のねボールをたくさん取ってピッチャー助けていってあげてください。はい、はい、ありがとうございます。よいしょ。はい、じゃあね、最後のお二人かな。大輔です。カンタです。お願いします。よし、じゃあね、使ってる、こだわりのグローブ前にこうやってドンと、ローリングスと水野、はい、これ一郎選手モデル。じゃあ先にローリングスからちょっとね紹介しようかな。このグローブのこだわりとか特徴とか。いや、ないっす。いやいやいや、なんかいいよ。アメリカで買いました。え、そうなの。はい、 USA ローリングスだなっていうのは分かったんだけど、はい、いや、アメリカ行ったの。はい、アメリカ住んでました5年間。帰国市場。はい、帰国市場です。やば、今年入ってきました。かっこよ。ありがとうございますちょっと柔らかいでしょ、外国のグローブ。はい、柔らかいです。で、ちょっと分厚いでしょ。分厚いです。
なるほどね。でも外国で買ってるんだったらもしかしたらメジャーリーガーモデルかもしれないよね。いや、わかんないです。俺はちょっとわかんないけど。いや、わかんないです。見た感じ若干メジャーリーガーモデルっぽいなっていう。アメリカ産グローブ。はい、アメリカ産グローブです。いいですね。じゃあね、そんな、ね、ビッグな感じで、はい、ビッグなプレー続けていってください。はい、グローバルエリートの多分イチロー選手モデルかなっていう、はい、このグローブのこだわり特徴をちょっと教えてもらえる。僕はいつも、巻いてる時に、普通ならソフトボールとかちょっと大きめ、そう、ちょっと大きめなやつ入れると思うんですけど、僕はちょっとあのポケットをしっかり作りたいので、公式球を2個入れて、広くポケットを作れるようにしています。なるほどね。あの多分ボールのポケットの位置を多分2個作りたいとかっていう意味も含めてるんだよね多分。ただ1個でちっちゃいポケットじゃなくて、2個で広いポケットっていう、はい、外れたところで取っても大丈夫かなっていう。はい、はい、ということでね、外野手コンビ2人も外野手、はい、はい、外野手コンビの、こだわりのグローブ、紹介していただいたので、どっちのグローブもねガッチリと、掴んで、離さないそんなグローブなので、たくさんそのボール取っていってください。はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございました。はい、ということでね、終わりだと思ったんですけどね、キャプテンがキャプテンって言ってくれなかったんで、まあ聞かなかったら俺が悪いよね、ごめんね。あの1年生キャプテンにもねちょっと話聞いたんですよ。今の2年生どんなチームですか？技術面は全然足りないんですけど、今は一人一人ができることをするという意識を持って互いをカバーし合ってやろうとしている熱のあるチームです。なんか野球をとりあえずうまさはいいから、はい、野球好きなことを大前提にしてっていう話をしてたので、はい、まあね、今の2年生たちって多分そういうことができている、選手たちが多いのかなっていう、まあ、全員ができているんじゃないかなっていうような伝わってきますし、そういう点ではあのチームとして一つの方向を向いているような気はするので、はい、もうやっぱりキャプテンシーの力があるのかな、はい、キャプテンの力もあってそういう風に向いていってると思うので、まあね、2年生のキャプテンということは、まあ、次入ってくる今の6年生か1年生入ってきた時もキャプテンにいると思うので、はい、まあ、そういったところでね、あのプレッシャーもあると思うんですけど、はい、頑張ってもらえればというふうに。はい、次入ってくる今の6年生に向けて、はい、まあ、こういうチームですよっていうのと、まあ、チーム全体としてですね、はい、チーム全体としてこういうチームですよっていうのと、はい、まあ、ぜひ来てくださいみたいな、はい、ちょっと言ってもらえればと。このチームはいつも楽しくて雰囲気がいいチームです。まだ、結果はたくさん残しているわけではないけど、どんどん上に上がっていくので、これから入ってくる、今の6年生も全員で勝ちに行きましょう。はい、僕しっかりしてるなまあね、こんな素敵な素晴らしいキャプテンもいるチームに、ぜひぜひ来てもらえればなというふうに思います。いろいろ各種リンクは、概要欄にありますので、チェックの方もお願いします。ありがとうね。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。変身していいよ。変身もう絶対絶対ストップパスに付き合えよ。はい、オッケー。2年生のグローブ紹介させていただきました。この動画が良ければチャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いします。それでは、I'm not afraid to die.